ウィリアム・アルフレトシェイは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の弁護士。ニューヨーク大学を卒業後、ジョージタウン大学と同大学のローセンターを経て弁護士となった。1958年、MLB ではジャイアンツがサンフランシスコへ、ドジャースがロサンゼルスへと移転し、ニューヨークからナショナルリーグ所属の2球団が消えた。そこで、アメリカンリーグ、ナショナルリーグに次ぐ、 大リーグ、第3のリーグとして、ドジャースのオーナーであるブランチリッキーが、コンチネンタルリーグの創設を提唱すると、シェイは、その計画に乗じて、ニューヨークに新球団設置が決まった。ただし、やがてシェイはこのまま、メジャーリーグと張り合っても賞賛が薄いと考え、リーグの撤退を決めた。その後、さきの新球団は1962年に、ニューヨークメッツの名で誕生する。 そして、ニューヨークにがリーグのチームを復活させた、シェイの功績は、1964年に完成したメッツのホームグラウンドである、シェイスタジアムにその名を冠することで称えられた。シェイの名前、C。ニューヨークメッツの永久欠番扱いとして2008年、指定。シェイは1991年10月2日に、脳卒中により死去。84歳没。 翌1992年は、メッツは、シーズン通して、左袖に、追悼のパッチをつけてプレーした。2008年、シェイスタジアム最終年となったこの年より、メッツは、シェイの名字、C をもって、永久欠番扱いとして検証した。ありがとうございます。